寒かった。業務スーパーへお買い物行きまして、米がなくなったんで米買ってきてさ、大根が安かったんでね、昨日大根1本買って今日なんか作ろうって決めてたの。人参も買ってあったんだな。大根と人参何作ろうかな。冷蔵庫の中漁ってみたら豚のひき肉が余ってたんで、それをシャシャッと炒めてさ、で圧力鍋にみんなぶっ込んじゃって、適当に味付けて10分ぐらいシュシュシュ、味見たら薄くて、ああダメだ、もう一回味足して、結構うまいもの作っちゃったな。丼いっぱいぐらい食った。ご飯食べないでね、米なしで、おかずだけで、大根だけでお腹いっぱいにしちゃおう、そういう魂胆で作りました。このぐらいの圧力鍋結構いっぱい作っちゃった。 Anyway、 最近ずっとこの子を上手に使えるようにいろいろ試してまいりました。これは補助ロープ。あ、いや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 、でかい音しちゃったな、ごめんねごめんね。補助ロープの取り付けにこういったこれなんていうんだよ、クランプ、クランプっていう、なんていう、なんでもいいや、こういうのね使ってたわけだ。でね、ここの部分、このグニグニって回るでしょ、見えてる見えてる、ここゴムでできてるで、しばらくこれでグギュッて止めてたわけだ。ナトーレール、ここがナトーレール規格になってるわけね。本体のとこ、本体のここね、そこへこれギギギュッてつけて、ただしばらくギュギュギュやったらへこんできて、モニターをこうやってアームでくっつけるわけよ。アームでグイ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 やってたら、ほこ緩くなっちゃった。現場で落としたりするとやばいからやめました、やめた。これは標準でついてくるハンドグリップ、これだったら絶対落ちることないから頑丈でしょ。でこの部分ちょうど軸とまっすぐなんですよね。だからここへ、食べたばっかりだから、あんまり喋ると上がってきちゃう。この部分シンプルにロープで結びつけてやったら、ほとんどこういうブレが発生しなくて調子いいことが分かったんで、初めからこうすりゃよかったんだね。ただ重くなるからさ、重くなってね、いかついでしょ、どこにだっていかついよね、こんなんつけると。だからつけないでやってたわけ。今後はこの角度でグリップつけて使っていきます。普通皆さんはここを上に上げて使うでしょ、逆向きに、下じゃなくて上に、ここへね、こういうふうにつけてやるでしょ。そうするとね、このやり方だと邪魔邪魔、あとモニターがね見えなくなっちゃう、ここのちっちゃいモニターが見えなくなっちゃうからダメ、あんまり良くない。でこの角度にしたら、下にぶら下げるようにして持ち歩くのにすごく便利なことが分かりました。すごい楽、これ持ち歩くのに、この角度でつけるとちょうどこの角度で持ってあげるとバランスが取れて楽ちんにこうやって持ち歩けるんですよ。今度見せるね、お外で
ここでやるとさ、狭いからちょっと無理。でずっと試してきたこのアーム、モニターをどうやってつけようかって持っているものだよ。このピボットアームってやつね、 GoPro の企画なんでしょこれ。知らないけど多分 GoPro の企画だと思うな。違ってたらごめんね。これがいっぱいあるんで、いろいろ組み合わせてずっとやってきたわけ。何十パターンも試したね。でこのアームにしてから、グリップか、グリップね、このクランプをやめてアームにして、でこの V 字のロープもやめて、シンプルにここへぴょっとつなぐだけにしたらすごく楽になって、重くはなったけどね、結構重いからこれ。であとはこれ、このマウンター、使ってたマウンター、マウンターっていうか、自撮り棒のくっ止めるやつ、こういうやつね、一番軽いやつ、拙者のコンセプトは軽量多機能、その辺を狙ってますんで、軽量多機能コンパクトか、でこのタイプの一番軽いやつを使ってたわけ。ただね、このグリップが弱いからどうしてもギュッと挟む感じじゃなくて、ちょっとふらつくような感じだったね。しばらくあだこうだ使ってるうちに、先ほどねパキッてなんか音がしたの。でよく見たらここの根元がねボキッと折れちゃった、割れちゃったの。じゃんじゃん、おしまい。しょうがないよね、こんな小さな本当簡易的なものだからしょうがないね。今ついてるのはもう一個同じもの、このタイプに買いました。これだと4分の1ネジ切ってある下と後ろ側にも切ってあるわけ。これだとここしてんでしょ、ここしてんだからこういう動きになる、大きくビヨーンって。こいつもここへマウントするとこういう動きになるね。ただこの後ろにも切ってあるから、ここへマウントするとこういう動きになるんですよ。そうすると安定する、安定するっていうか負担が、このピボットアームへの負担が減るんですね。というだけでここすごく動かないぐらいバッチリマウントされてます。最初からこうすればよかったね。ちょっとでも重い、ちょっとでも軽くしようとやってたわけだからさ、 1g でも軽くしてやるって。ただ無理があるね。これよくよくこうやってチェックしてみるとね、 1.5 倍までないね多分。だから実際はそんなに重量増してないと思う。なんか見た目すごく重そうでしょ、だから使ってなかった。こいつに変えたらさ、すこぶる調子いいんだわ。当たらないポジションでもうちょい上上げられるね、こうギュギュギュッと当たらないの、絶妙なポジション。みんながつける位置っていうのは、このグリップの先端か
ここの本体にナトレード規格のこう出っ張りがあって、そこへスモールリングかなんか出てるかな、7、8千するのか、すげえ高いんだよな。そういったアームつけて、ちょっと待ってよ、あれもう一個スマホどこ行った、ん、なんでなくなるの、え、なんでなくなっちゃうの、スマホ、嘘でしょ。みんながつけるモニターの位置っていうのはこういった場所になるのね、この辺、これだと当たっちゃうからこう離すでしょ、か下の方へこうつけるわけ、確かこのぐらい離れてると思った、本体から、本体から離れた位置、このぐらいのところにつくはずなんだよね。上の方はつけられないんだよね、これが当たっちゃうから、アームがパンパーンって、だからこういうところにつける、あとこれだとこんなになっちゃうからね。ほんとこうやって持つでしょ、何回も言うけど、グリップ持って本体持ってこんな調子で持つわけでしょ、ここだぜ、ここモニター離すでしょ、そうすると手伸びちゃうでしょ、きついわな、そういう状態でみんなやってるわけだよ、ここでつけちゃダメだよでしょ、こういうところでつけるわけ、NATO クランプ、 NATO グリップなんていうんだっけこれ、あ、ここにあるね、ジンバルクランプ、モニターマウンターとのスモールギークが出てるね、ここにこれぐらいの長さあるからちょうどこの辺になるね、この辺、ここじゃダメなの、ぶつかっちゃうから、いい、ここ、こんなとこつけたらぶつかっちゃうからダメなわけだ、ね、下の方つける、この辺になっちゃうね、そうすると離れてるときは結構離れた状態で見なきゃなんない、これ見て前の方についてるの、このモニターは30センチ、メーカーで30センチから50センチぐらいが使いやすい、この画面上もタッチしてセッティングしたりするからね、あまり離れてるとこうって伸びた状態になっちゃうし、30センチぐらいだと結構楽にできるかな、そういう状態にできるんですね。あとはこのギンボルの向き角度によってはこれ角度を変えていかなきゃいけない、下へ向いた時はこういう状態になるでしょ、そうすれば見えるでしょ、でなおかつね、こう下持ってた時に接車の行いだと真正面に持ってくるっていうのは難しいんです、できなくはないけどもバカなことやんなきゃなんないから、だいたいサイドなんですね、三脚を左の腰の方に持ってって腕を通していく、そうすると右側だと足に当たっちゃう、だから左側、さらにこいつをちょっと見やすくするね、こいつを角度こういう風に変えられるんですよ、グググググで、こっちに持ってくることもできる、だどっちに持ってってもモニターパッと見られるわけ、この状態にしないとモニター見ながら撮影するっていうのは難しくなる。でしょ。ギンボルさん斜め向いてるのにモニターそのままだと斜めってる画面見なきゃなんない。えって
それだけでバランス崩れます。ダメよ、バランス重視で考えていく。できるだけ中心軸に近い場所だって、離れるとバランス崩れるよね、重くなるから。なるべく軸に近く置いて、あとはここのモニター、ちっちゃいモニターが見えるようにセットしてあげること。こいつが上向いてるとこれがグリップが邪魔で見えなくなっちゃう。拙者の持ち方だとそれダメ、それですごく邪魔、かなり遠くなっちゃうから届かないこともあるので、こっち下場、この角度でつけるともっといいことに、パッと持ち歩く際にここを持って歩くとすげえ楽になる。バランスがここで完全に取れてて楽に持ち歩けることが分かった。なんでこれ気づかなかったんだろうと思ってね、何度やってもこの方法が一番楽だった。ここ持って持ち歩いちゃうの、こうやって持つんじゃなくてベロン下に向けてここ持って歩くとほんと楽に歩けんだよ。こうやって持って歩くと何じゃろかって言われちゃうだろ、あらららら、って疲れちゃうよね、こうやって持って歩くとでしょ。これをダラーンとしてほんとぶら下げてこうやって歩くの、歩けちゃうのよ、すげえのよこいつ。こうやると多分三脚つけなくてもこの方法だと楽に持てるかもしれないね。やってみて、持ち歩く際のこいつをちょっと電源入れるよ。電源切ります、切ります、はい切りました。こういう状態でクロリンってひっくり返して持ち歩けちゃう。この補助ロープが右肩にかかってるから手離しても大丈夫なんですよ。実は右肩にかかってるから体は完全にこういうバランス崩れることがない。右肩にほら重みかかるでしょ、半分ぐらいこっちでかかってるからちょうどバランス取れてて重さはあまり感じずに歩けるという。この補助ロープを使ったら本当に楽になるよ。バランス崩すとダメージ受ける人ですから、まあ、拙者の言うことを聞いてやってると長くお仕事続けられるからね、間違いなく言うことを聞いた方がいいよマジで一応彼らの専門家ですから。こうやってね、そんな高いもんじゃないからさ、ロープだって何メートルだっけ、50メートル2000円出せば買えるな。ロープもそんな高いもんじゃないですし、こういう補助ロープ作ってみるといいですよマジで。こんな細いロープなんでヒル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 って動くんですよね。作ってみたらいい、本当にこれはおすすめできる。これはついてくるから、あと下の方に三脚くっつけて、で足にロープくっつけて、こういった自在のカラビナを買って、こんな高いもんじゃなくていい、安いのも半額以下で買えるかな。これはアルミの高い方、プラスチックの安いものも売ってます。それで十分大丈夫です。そっちの方が軽くていいかもしれない、もしかしたら。適当な長さに作ってね、こういったアームはだいたいくっついてくるはずだから、この辺りにこうやって引っ掛けてあげて、ほんと簡単に作れる、簡単、余計なことしなくていい、本当にこのやり方だったらね。これだけですよ欲しいのは。これがないと片手で長さを調節しづらいです、両手でやんなきゃなんない。これだと片手でできるんです、片手でヒュヒュって伸ばしたりキュッて縮めたりできるんです。
自在のカラビナ。自在カラビナ。はい。これ引っ掛けておきましょう。だいぶ形になったな。かっこよくなった。安心して使えるようになった。実はさ、これがバキッて折れた時に、あらいがーんと思って、ずっとチェックしてやったアイテムを買っちゃった。3000するんだけどさ、なんと言ったかな。あ、マジックアーム。マジックアーム。皆さん多分マジックアームでこうやってモニターをマウントしてる人多いんじゃないかな。このマジックアームの少しごついやつ、耐荷重5キロとかですね。それがすごく使いやすそうだったんで、それを買っちゃいました。あ、あったあった、ほら、ちょうど今アマゾン見てたら出てきた。これのプラスチック版が2145円で買えます。4つです。これは1つで1800円ぐらいするから高いよ。4つ星半ついてるね。ロープタイトナーって言うんだって。ロープタイトナー、これと同じメーカーですね。カムジャム、これのプラスチック版4つで2145円。これはおすすめできる。本当にキンブル撮影が楽になる。マジで障害持ってる人が言うんだから間違いないからね。バランスを崩しますと確実にダメージ蓄積されていく人ですから、ちょっとでもね、ちょっとでもこう横に体を曲げただけでもかなりの痛みがあるんです。脊柱管狭窄症だな。一番ぶっとい神経が出てるのを折れた骨がギュッて挟み込んじゃってる。だから痛えよな。痛えっつのを通り越しちゃって、あまりひどくなるとしびれて麻痺しちゃうんですよ。だから本当に無理できない。バランス崩せない。カメラ1個持ってるんだってバランス崩さないように持ってますから。このギンブル動かすんだってさ、みんなみたいにこんな変な格好してできねえの。見た目も格好悪いからやめな。かっこいい歩き方教えるよ、マジで。長くなるからやめっか。そろそろ寒くて外で撮る気しねえんだよな。ほんと寒さのせいで余計に痛みが出てるから、麻痺もひどいからさ、無理はできない。ずっと無理してきた体ですから、もう無理できない。死んじゃいます。マジックアーム届いたらここもマジックアームでやるようにするか、このまま行くか。いや、このままでも十分いけるんですよね。ちょっと邪魔引っかかっちゃう、ほいっと、当たらないんだよな。当たらないの。絶妙の場所についてるんだよ、本当に。角度変更自由自在って、ほいっ、斜め、グググググ、俺いけてっぺよ。若干内側も向けるんだよね。ほら、拙者は左側って言ったでしょ。左側に持ってで、こっちがまっすぐ向いてると見にくいわけだ。ちょっと若干こっち向いてほしいんだよ。それができるの。ちょっとこっち向けるのできるのよ、これ。できちゃうのよ。お金ない人これでいいからね、本当に。本当に。お金かける必要ないよ。マジで。これだったら十分ですよ。マジックアーム買うのやめればよかったかな。まあいいや、他にも使い道あるから。マジックアーム
今他にもねマジックアームの安っこいの作ってんだよ。昔レビューで手に入れた、これ全部レビューで手に入れたもんだからタダなんだね。でタダもんがここにもついてる。それねすっごく安いやつでこうちゃんと動かないんだよね。全然使ってなかった。それにちょっとなんかねマイク立てたいとかさ、その時だけ使ってた。今もマイクのアームになってます。話し出すと止まりませんのでこの辺で終了いたします。口が回んない。バイバイ。